はい、それではですね、テリオンさんの第3章を、やっていきたいと思います。この町近くで闇市が開かれているという噂を聞きつけ、前回までのあらすじ。ヘイバース家当主コーデリアより家宝である3つの流石を取り戻すよう依頼を受けたテリオン。その一つ、赤流石をノーブルコートで研究する役者をルーリックから見事に奪い取ってみせた。結構前な気がするな。もう覚えてる。なんか、変な研究してた人ですよね。友であり兄弟。あ、かつてそう呼べる人物がテリオンに向いて、ああ、そうですね。なんか、回想で出てきましたよね。名前忘れたけど。しかし、干渉に慕っていても仕方がない。ここ闇市で、翼流石らしき宝石が出品されるとの噂だ。隠してウェルスプリングにたどり着いたが、さて闇市の噂か、大っぴらには流れていないだろう。なんか怪しい人いるね。他にも怪しいね、顔が。あいつは何か知っていそうだな。聞いてみるか。その前に、あ、何もできないか。貧民。先持ってないか。え？おい。ああ、酒場に行けと。いや。闇市って知って、お役の場で、いわく付きの品とか表にで出せないレア物とか。そういうのは使っている秘密の市場さ。俺も一度でいいから見てみたいな。酔ってるのかな。盗む。あ、なるほど。この、ついでに、財布盗む。このブドウ酒をあげるのか。はい、持ってきましたよ。ブドウ酒ってなんだ？ワインじゃないの？おい。ちょっと尋ねたいことがある。先あげたんだから。おいかどうも、何なりと聞いてくだせえ。実は。とある屋敷から盗まれた珍しい宝石を探している。ん？珍しい宝石ですか？それは大層なものを探して。結構怪しいって言ったけど、なんか、普通に丁寧な感じだな、今のところ。空きありで。それなら、こんな町に来たのは正解ですよ。闇市が定期的に開かれるんでさ。闇市ね。ほう。そいつはいつどこで開かれるんだ。さすがにそこまでは。そうか。ここは当たるとしよう。おっと、お待ちよ。最後まで話は聞くもんですぜ。うん。実は闇市には酒場のバーテンダーが関わってるんでさ。メニューには、メニューにない酒をそいつに頼むといろいろと教えてくれますぜ。ありがとう。メニューにない酒か。邪魔したな。それが最後？どうも、また何でも聞いてください。いい人と思ったけど、なんかただの口が軽い人だな。酒場に向かう。これ、ずっとね、気づかなかったんですけど、プラスボタン、スタートボタンかな。で、パーティーチャット再生っていうのがあって。テリオさん。ミチカ、いかにもやばそうな感じね。軽々しいな。そうそう、やばいといえば私が手に入れたお宝なんだけど、続きを聞きたい？どんな品だ、聞かせてみろ。それはね、ん？ゾウツバメの卵。それはな、すごいの。ゾウツバメは数が少ない上、危険で、偏僻な場所に卵を産む。その卵から作るスープは絶品で、八大珍味に数えられる。そのレアな品を偶然古いお得意さんが譲ってくれたの。あれを取引するときは震えが止まらなかったわ。
5点って何？5点ってネリオンさんはなんかあまりそういう話はしなさそうだけど、俺が関わったやばい取引か。そうだな、まあ、話してくれるの今までもあったっぽいんですけど、ずっと見逃しててやばすぎる。聞かなきゃよかった。せっかくだからね、こういうのもちゃんと見ていかないとなと思いつつ。よう、一杯もらえないか。はい、なんなりと。そうだな、ワインを蜂蜜酒とエールで割ってくれ。まあ、エールって何？エールって応援みたいな感じ。お客様、そのようなお酒は当店のメニューにはございませんが。ないから頼んでいる。きっとどこかで盗まれた宝石のようにような色になるかと思ってな。かしこまりました。少々お待ちください。どこ行った？裏口っていうか裏手というか、あのなんだっけ、名前が出てこない、あのスタッフオンリーとかのやつ。お待たせしました、こちらになります。グラスの下にメモットはまた古典的だな。どれ、そういうもんじゃない、この時代だったら。南西にある町外れの洞窟。いかがでしたか？南西ね、まずまずだった。さて早速行ってみるとしよう。あ、結構キリがないな、これやったら。あ、今度ハーイってファンだ。テリオ、あれほどあのそう読めない、何饒舌でいいの。話してるのを見ると普段を知っているだけに少しな。ああ、バーテンダーと話をしていた。あれか、必要だから身につけた技術。パーティーによって多分変わってくるんでしょうね。ただそれだけだ。身につけられたんだからもともと才能があったのだろう。そういうことですよね。私はなかなか女性らしい話し方が苦手でな。あ、まあ確かに、確かにっていうのはおかしいな。なら一度やってみせてくれ。それは何事も慣れだろうさ。ほら、ほうですの、難しい。それはお嬢様じゃないか。やってみろと言っておいて、なんだあのなんだろう、その生温かい笑顔はやめろ。いわゆるまあなんかあのコント的な感じかな。コントでいいのか。あれこっちか、こっちで合ってるか。でもこっちだな。どっち。宝箱あるけど、まああれは後でいいや。こっちで良いのかな。敵はどんなもん。多分戦ったことありますね。先制攻撃だから。負けません。手前のやつがちょっと強い感じなので、捕らえる。 20は低いな。手前のやつをとりあえずブレイクしておいて、こっちだな、こっちブレイクしておいて、まだ倒せないか。どう動く？こっちだな。こっちブレイクして。行きましょう。もう手前のやつ倒したいな。耐えよ。硬いなこれ。うーん。
倒せるか。マジック、うん、よし倒せた。先制攻撃できるときは積極的に戦闘して、そうじゃないときは、なんか人がいた今。他にもなんか怪しい仮面っぽい、仮面かこれ。どうぞ。守衛お待ちしておりました。今回も掘り出し物が山ほどありますよ。あ、この人とこっか。そうか。ここに来れば他でも手に入らないものが買えるからな。あ、仮面してる、してますね、これ。多分。じゃあ、仮面の男って書いてあるな。今日はどんな珍しいものが揃っているのかな？はい。それは見てのお楽しみです。どうぞごゆっくりお品定めを。これは楽しみだ。仮面いるのかな、やっぱ。その人は？あの仮面の男、身なりからして貴族か何かだな。仮面を盗むということですかね。なるほど、身分を隠すだけではなく通行証の代わりにもなっているのか。誰か来たよ。これはそこに置いてくれ。こっちは盗品。あの、これは、あの、いわゆる、仕入れ人みたいな感じか。待て。待て待て、それは極上品だ。手荒に扱うんじゃない。あいつ、酒場のバーテンダーなの。あ、確かなんか酒場のバーテンダーっぽいなと思ったら、本当にそうなんだ。仮面をつけちゃいるから、せっかくでわかる。会ったことあれば、そうか。向こうに立っているのは用心棒か。気軽に入れるってわけじゃなさそうだ。うん。では私は酒場に戻る。しっかり準備を進めておくんだぞ。あの時、仮面も一緒にバーテンダーの人くれれば。な、情報だけもらってもね、入れないじゃないですか。どこかで仮面を手に入れるか、あのバーテンダーの後を追うか。こいつは考えどころだな。まあでも答え出るんでしょう。まあ探す。あ、なんか結構いろいろあるな。この人は？おや、ここは大貴族お抱え大将の物資、いわゆる、そういう、ちょっと待って、3%、それは無理だな。ああ、なるほど。なんかいっぱい人がいるな。どうです、今回の闇市は何か掘り出し物ありそうですか？普通に話してるけど。うん、流石。8% とか、レベルが足りてないからダメなのこれ。一応こっちにも何かあるな。敵に合いそうだけど、バーテンダーの後を追うってことかな、これ。今敵と戦ってる暇は、先制攻撃取れたら考える。ああ、先制攻撃取れた。頑張ります。腕前のやつが強いんだよね。狙い撃つ。とりあえずやばい。矢が弱点ではないと。あのサソリは何が弱点だ？闇か。闇だな。闇っぽい。違った。
どうしましょうかね。とりあえず、弱点ついてもな、ターン数がな、ちょっと足りないな。氷使ってみる？あ、弱点か。しかし遅かった。ガード。毒は嫌だ。毒は嫌だって言ったのに。風とか聞くかな。あ、聞いた聞いた。てか HP あんまり高くないんだね、これ。そろそろ。斧でいける？よし、倒した。ただ毒が痛い。なんか盗めたっけ？微妙。まあ、一応。取れるものは取っておこう。風弱点だから、あ、倒せるのか。多分 HP もあまりないと思うので。負けません。よし。で、なんだかんだでお金にそんなに困らなくなってきた気がする。あれ？闇市の出品リスト。これはいるでしょ。いるって言っちゃった。いるでしょ。これ手にしてどうするんだ？まあ、軽いものだ。うん。バーテンダーが持っていたこの紙は闇市の出品一覧か。売りに出されるのなら持ってくるやつの手がかりになるな。あった、こいつだ。黒い帽子をかぶった商人の男。出品される前にいただくとしよう。さて、そうと決まれば。そうと決まれば。よし。あいつだな。うん。なんか来たよ。怪しそう。貴様。強盗。強盗。強盗。緑流石を持っているはずだ。こちらに渡してもらおうか。なんだあんたらは。やめましょう。しらばっくれるのか。よし、やれ。あ、ちょっと見てる人いるよ、左の方に。貴族風の女。貴族の女ではなく、貴族風なんだ。人殺し。よし。あった、緑流石だ。よし、ずらかるぞ。ずらかるって久々になんか、見たな。奴ら、洞窟の方へ逃がしてたまるか。あれ、仮面もし仮に、数パーセントの確率で盗めたら、あ、なんか宝箱ある。あれ取れないの？取れるでしょ、あれ取れないの？あれ、見えてるんだけど取れないの？あれ、ちょっと、これは取り、ん？あれ、こっちか。こっちか、分かりづらい。よし、入るぞ。闇市場。闇市場って書いてあるけど、ただの洞窟でしょ。とりあえず入って、でも左だな、これ。どっちだ、どっちか。うん。先に。行きます。行くぞ。ここに逃げる。
ポータビリティで一応アップはしてるんだな。なんかいいのあるかな。クリティカルはいいかもしれ、いらないかもしれない。これはいるかな。あ、一応でもテリオンさん持ってるし、行動速度プラス50、まあ一応つけるものがないからつけておくか。これ使えるのは何だっけ。味方単体に魔法が単体化し威力が上がる効果を3ターン付与。あ、まあ一応覚えておくか。これなんだっけ？全体化か。これ足りない。若干足りないな。一回セーブ入れるかな。では。よし、ここまで来れば。来れば安全だ。あとは、こいつをお頭に差し出せば。フルボイスだった。待て。お頭ってのが気になるけどね。誰だ？その宝石は俺が狙ってたので、こっちに渡した。テリオンさん、ちょっと声小さいかもしれない。せんぞ。コソ泥ごときに後をつけられるとは、お前らもまだまだのようだな。これがお頭か。お頭、後ろにいるのは、あの人か。ダリウス。あ、どこのコソ泥かと思えば。あ、ここで繋がるのか。もう一つ先でしょうかと思ったけど、というか死んだのかと思った。生きてたのか。テリオンか。こいつは驚いた。こっちも驚きだ。こんなところで再会とはな。うん、驚きだ。全くだぜ、テリオン。過去の話がちょっと分かってないので、過去が気になるけど、多分ここで語られるんでしょうね。流石を探している盗賊がいる。そういう噂は聞いていたが、それがお前だったとは驚きだ。まさか生きていたとはな。うん、こちらもあなたが生きていたとは知らなかったな。驚きだ。今はこんな連中とつるんでいるのか。こんなって言われてますよ。ああ、そうとも。今じゃ俺も部下を従えるお頭よ。どうした、元兄弟。お前は今何をやってるんだ。しかし昔何やったんですかね。お前その腕輪はそうかそうか、まさか罪人の腕輪をはめられるとはな。流石を探しているのはそのせいか。結構その辺の事情はお詳しいようで。落ちたな、テリオ。昔のお前は腕だけは良かった。だからこそとことん利用してやったんだがな。黙れ、ダリウス。何があったんだろうな。ああ、そうだな。思い出話はもうしまいにしようか。おい、
始末はお前らに任せるぞ。あ、ここでは戦わないのか。あと後ろにいるあれは誰だ。覚悟はいいか。あまり強くなさ、どうだろう。人数が多いからな。音楽が。とりあえずこれ聞くんじゃない？聞かなかった。弱点なんだろうな。なんかあまり強くはない。なんかあまり強くないな、今のとこ。ということはやっぱりさっきのあれが、しかし、あまり効かないな。本能、氷か？絶対にボスじゃないな。ダリウス、こいつらも利用したのか。かつての俺のように。ここで過去が明らかになる。ダリウス、なぜだ。なぜ。ああ、理由は簡単だよ、兄弟。多分ダリウスさんの方がちょっと年上だよね。覚えているだろう、俺たちが出し抜いたシアンの一家を。うん、あそこで出会ったんですよね。あ、出会ったんじゃないや。まさか。何そのまさかさ、ま、え、何。メンツを潰されたシアの一家がお前を始末したいって言ってきてな。え？しかもそれに成功すれば幹部の地位まで約束してくれたんだ。だからよ、俺のために、え？え？えしか出てこない。ふざけるな。この人も一緒に、ふざけてなんかないさ。いつかは始末するつもりだったんだから。目障りなんだよ、お前は。何かした？親で会ったあの時から使えるやつだと思っていた。ああ、騙されていたのか。娘の才能に恵まれていたお前は、俺の読み通り、一流の盗賊になった。だがな、だんだんとお前は俺に意見するようになった。黙れ。そんなものいらねえ。お前は俺の言う通りにすればいいんだ。それをああだこうだ言いやがっ、くそ、ダメ。だから殺すのか。そうだ、お前がいる限りこのイライラが収まらねえ。兄弟。でも兄弟とか言うのやめようよ。それをお互い様だと思うな。お前は俺の踏み台、利用されるだけの道具だ。俺はお前の腰巾着じゃねえ。お前をぶっ殺してそれを証明してやる。成り上がってやるんだ。で、落ちたけど大丈夫だったの、テリオンさんは。干渉に浸っている場合ではない。今、ダリウスを追わなければ。よし。待った。テリオンさん。第3章、テリオン&オフィリア。なんかあったんですか？いや、今のが全てじゃないの。なんでもない。あんたには関係のないことだ。確かにオフィリアさんとは全く縁がなさそうな世界ですね。いつもより表情が険しくなっています。あんたが俺の顔を気にするなんてな、そんなに珍しい顔をしているか。あなたの様子がエズモンと違うのは私でなくてもなくともわかりますと。いえ、すみません。詮索でいいのかな、するようなことを。
安心しろ、大したことじゃない。あんたこそ心配そうな顔するな。似合わんで。オフィリアさんはそういう、ん?そういう感じのキャラ設定じゃないの?本当に大したことじゃない。俺だけの問題だ。あ、ここか。ん?ダリウスはこっちから逃げたようだ。別のルートから先回りしてみるか。先回り。ああ、ダメなのね。こっち行けないのね。じゃあ、こっちか。こう行くのか。こっちで合ってる。ああ、いた。ただ、なんか違うのがいる。あ、いた。ガーレス。緑流石は手に入れた。もうここには用はねえ。はい。あ、腹心って書いてあるね。ではこちらへ。この先に進むと外に出られます。ああそうか、では案内しろ。かしこまりました。うん。ヤスのお頭、あのテリオンという男は。ああなんだ、俺とヤスの昔話でも聞きたいのか。それは いえ、そういうわけでは。黙れ。余計な、命を無駄にするぞ。たとえお前であろうとな。あなたがどういう人かは、わかんないけど、もう、差し出がましい真似をいたしました。気に食わないな、この人。盗賊団の柱が板についてるようだな。だが、緑流石を俺がもらう、逃がすわけにはいかない。緑流石もそうですが、セーブポイントがあるんだ。これ、あれ?どうやって取るんだ?あ、いけた。セーブ入れるか。もうすぐ出口です。ああ、ご苦労。待て、ダリウス。追ってきたか、テリオン。しつこいやつだ。一つ聞く。なぜお前は緑流石を狙う。盗賊にそれを聞くのか。欲しいと思ったから手に入れる。理由なんぞ大した意味はねえ。しかしまあ、情けない目をするようになったな。なんだと。決して心を開かない。いや違うな、誰も信じたくない。そんな目だ。それはどうして。まさか俺に裏切られたからか。そんな泣き言吐かないだろうな。図星か。盗みの腕は一流のくせに心の弱いやつだな、お前は。その口を閉じろ、ダリウス。つまらないやつになったな。お頭、ここは俺たちにお任せ。すぐに始末をつけます。そうか、では任せる。確実に殺せ。ここでは倒せないのか。そんな感じがするな。そうだな、絶対これ。そこをどけ。お前の相手は俺だ。ダリウス様のかつての兄弟分らしいが、あのお方の今の右腕はこの俺だ。そのうちま、同じ目に遭いそうですけどね。死ね。覚悟はいいか。ああ、やっぱりこういうビッツがボスっぽいな。多分弱点はどっちだ。ここでいいか。よし、かかってこい。とりあえず
全体攻撃を。とりあえずね、後ろの盗賊、あ、一応幹部なんだ。どうしましょうかね。どう、多分ね、火か氷かどっちか弱点だと思うんだけど、氷ですか。ちょっとそこまでだけど、エガーレスどれだ。幹部、どうしましょうかね。盗賊の技で2回か。ブーストしても2回か。どうしよう。弓とか効かないかな。ダメか。フォアマン風使ってガーレスをとりあえずブレイクさせておいて、頑張ります。火とか効かないかな。後ろの方、あ、消えた消えた。弱点が違うのがね、またちょっといやらしいですね。盗賊の技でライフスティールダガーをこいつやつに放って HP を回復。どうすればいいのがいいかな、これ。ここは攻撃下げたいから物降ダウン、合ってるのこれ、物降ダウンを、フィリアさん今のうちにダメージを与えよう。よし、後ろのやつは倒した。思ったより弱かった。防御、まあ、SP 解雇されるのはいいんだけど、結構痛かったな。あ、防御耐性取ってるから、防御耐性取ってるからな、もう一回これ、攻撃力をまた下げて、何してもそんなに、うち弱点1個見とくか。あ、杖か。風と杖はちょっとな、どう。守りが甘い。あ、防御も下げとくか。え、全体攻撃？行くぞ。こっちのは、あ、そっか、鬼火か。さっきのなんか、炎って感じだったな。ここも回復ですね。あ、でも、ティリオさんの HP も危ないな。負けません。回復したいんだけど、杖じゃないとダメか。杖じゃないとブレイクできないのか。風ね。
かってこい。ちょっと違う違う、杖はないな。杖か、しょうがないから、壁の精霊石、あ、全然台の方が多いな。どうしよう。フィーディアさんが回ってくるから BP 回復を使い、エリオンさんはちょっとブースト使うけど、これでちょっと、ちょっと回復量少ないな。これでまとりあえずブレイクはさせよう。ここは会心の矢とか打つか。かかってこい。ここで魔物仕掛けるブースト使って、これ9じゃない？強い強い強い。行くぞ。でライフスキルダガーで HP を吸い取り、防御ショッカー、それでこの防御でいいんじゃないかな。させません。3連続で来るけど大丈夫。防御結構やらしい攻撃をしてくるな。行きましょう。ただ弱点増えたな、これ逆に。ただここは回復、傷を癒したまえ。攻撃回数が半端ないな。さあどうする？風使って、狙い撃つ。また叩いて、よし、2回か。ここは、攻撃ダウンだな。攻撃ダウンのターン数増やして、全体に来て、ここはですね、ブレイクさせて、あと1個弱点気になるな。入って、いや、ブレイクしてる、いや、もう一旦回ってくるから、ここに HP 全体回復だな。で、なんか盗める？盗めない。使っちゃったらダメ。フィーリアさんだな。いや、少ないな。失敗した。ちょっと弱点調べよう。あ、おんのか。どうしよう。マジックスキルだからな。よし、 SP 回復。どうする？かかってこい。お、
頑張りだ。頑張ります。ね、どうしようかな。じゃあ、伏天突くか。行きます。狂乱よ、巻き起これ。あ、倒したか。HP は思ったより高くなかった。ガーレスの、なんだ、兜。ダリウス様。ダリウス、まさかこんな形で再会するとはな。待っていろ。あ、そっか。お帰りなさいませ、テリオンさん。だから、六流石は手に入れることできたの？何よりです。ん？何かございましたか？すまんが、今回は手土産なしだ。ああ。六流石は別の盗賊に奪われちまった。盗賊ですか？だが、このまま放っておくつもりはない。緑流石は必ず取り戻す。それは私たちのためでしょうか？緑流石に関しては個人的な感情があると思うな。それは違う。この罪人の腕輪を外すためだ。それと過去の因縁だ。あんたらには関係ない話だろうな。その過去の因縁は、テリオンさんが時折見せる寂しそうな顔と関係あるのでしょうか？余計なお世話だ。人に裏切られたこともない箱入り娘のお嬢様に知った口を。あります。お父様とお母様が事故で亡くなり、大勢の人が私のもとへやってきました。事故ですか？最初私は、なんて親切な方々だろう、そう思いました。でもそのほとんどが我が家の財産を狙っていただけでした。多くの人に裏切られました。あなたをどこか放っておけなかったその理由が今わかりました。あなたも人に裏切られた、同じ痛みを知る人だったから。緑流石を盗んだのはノースリーチの盗賊一味でしょう。お詳しいですね。ダリウスという盗賊に率いられた規模の大きい盗賊団だそうです。あ、それは間違いないな。しかも町を支配し、傍若無人に振る舞っているとか。そして彼らはすでに王流石も手に入れていると。ああ、なるほど。そっかそっか、3つあって1つ手にして、1章ごとに手に入るから次で終わるかと思ったんですけど、そういうことか。じゃあ次で2つ。私は一足先にノースリーチへ向かいます。少しでも多くの情報を得ておきましょう。危険でしょうが、気をつけて、ヒスコート。問題ありません。いつも通りここで吉報をお待ちください。離れちゃうのか、お嬢様のことを。どうかしましたか、テリオンさん。あんたはなぜ信じられる？裏切られる痛みを知っていながらどうして？ヒースコートが教えてくれたんです。裏切られる痛みを知っているからこそ、人を信じる本当の意味がわかる。他愛のない約束から今回の件に至るまで
キースコートはその行動によって私の信頼に応えてくれた。だから私は信じるのです。あなたが誰に裏切られたのか、それは私には分かりません。さっき名前出てきましたけど、まああえて触れないようにしてるのかな。ですが裏切られた時、もう二度とこんな思いはしたくない、そう思えるほど信じていたのでしょ。それはならご存知なのではないですか。人を信じるからこそ人は強くなれる、そういうお気持ちを。テリオンさん、私はあなたのことも信じています。どうかお気をつけて。行ってくる。あ、出た。今回はかくして再びテリオンは旅立った。かつカーツーテの兄弟ダリウスから玉石を奪い返すためにテリオンを信じるというコーデリアの言葉になぜか胸のざわつきを感じながら、あ、フロストランドなんだ。フロストランド地方、ノースリーチへテリオンの旅は続く。で、どこで終わる？あ、ここに戻ってくるのね。さっきの敵から、あ、ここか。ここフロストランドなんで。こう思うとなんか、こっちの方もなんかありそうですね。じゃあ次は、三章、ファンイットさんと、オフィリアさんと、プリムロゼさんが残っていて、まあ、第4章は、じゃあ、どうしようかな。多分、オフィリアさんがハイトさんの方をやるんですけど、まあ、プリムロゼさんとサイラスさんのレベルをその間に上げておきますかね。3、一定30ぐらいにはしたい。